さらに一回逃がさなあかんのか。えぐいわ。なるほどなるほど。これ多分ね、小学生中学生では解けないわ。これかなりむずいわ。いにしえの神ゲーをやっていくということでね、やっていきましょうね。ね、このなんだっけなんだっけ、キルティア神殿というところまでやってきましたんで、ここからね引き続きですねやっていくんですが、まあちょっと荷物整理とかをしつつ、ちょっとあの工房ファクトリーに戻って、まあ多少武器の整理とかをしてきたんですよね。で、あのね、ブロンズ製の武器がね、なんかあんま効かない気がするんでね、獣向けのちょっとね、獣系男子というのと、あとあの、イビル向けの武器もちょっと解体してね、ちょっと作り直してきましたんで、ちょっとね、その辺のがね、どの程度効くのかっていうのをね、ちょっと実験的にやっていきたいと思いますね。はい。効かなければね、これ元に戻さないといけないんですけどね。この武器かっこよくないですか？ね、あの、刀使ってたんですけど、こっちの方がかっこいいですよね。もう、中二的なね、感じ、満載の体験。ということでやっていきましょう。さあ、誰がいるのかな？イビルっぽい。ちょうどええわ。お前を実験台に使ってやる。ただお前あれだよね、魔法使いまくりマンなんだよね、確かね。サイレント的なね、魔法とかなんかなかったかな、そういえば。グリモア麻痺、これはなんだ、アバランチ、インテリジェンスって、サイレントにしたいんだよね、マジでうざいから。そういうのはないのか。なるほどな。麻痺とかって聞く、こいつ絶対聞かないよね、聞くはずがないよね。こういうのは聞くかどうかっていうのはあれなのか、なんとも言えんねん。そのあれだね、範囲魔法だからパーセンテージじゃないのか。ちょっとあの、この間拾ったばっかりのあれを使いたい、どうしても使いたい。エンサのグリムはこれ使いたいよね。これ使おうじゃないか。あ？もうちょっと上の方が良かった、これ。ちょっと待って。もうちょっと上。わかんねえわ。わかんねえわ。これで、あと、範囲入ってる全部。これで行くか。頭はないから、今度大体、左腕入ってないけど、まあまあ、ええだろ。行こう。ちょっと実験。どの程度の威力があるのか、ないのか。全然効かねえわ。覚えたんはええけど、そしたらあとはバフをかけて、ちょっとこの体験のね、前はこの体験の実験台になってもらおう。なんだやめてくれよ、やめてくれよ。麻痺を解く魔法とかないよね。あー、もうアイテムか。麻痺解くのってなんだよ。万能薬ぐらいしかねえのか。ああ、一番上にあった。さあ、果たしてこれがね、効くのかどうか。変わらずあれだな、一回切ろうか。別にボスじゃないよね。
あの刀の方が良かった気がしてきたな。立ちで20ぐらいのダメージだもんな。よし、麻痺が効いてんのね。まあええわ。ええことないわ。麻痺だと何の攻撃もできないわ。行動が一切できなかった。くっそ、ほんまどえらい、まあ、ボスではないけどなんか麻痺回復、麻痺回復って、でも麻痺したらさ呪文唱えれなくね。大丈夫それ。はい、 OK ですね。ちょっと待ってくださいね。アイテム OK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 、 ちょっと回復します。 OK、 ちょっと回復したんですが怖いのでセーフもしてこよう。別なやつが湧くんだな。で、ほっとこう。ほっとこう。ほっとくけど結構ダメージ食らうな。まあ、ほっとこう。結構ダメージ食らしてくんな。いける。あ、死んだかも。死んでない。ふう、ここはどこだ。こんな感じだよね。飛べばいいんだろうな。ちょっと回復します。 OK、 では行きましょうか。別にそんな大したパズル要素はなさそうだな。これ多分飛べばいけるよね。ここまで行くかな。ほっ、これはいけた。んで、なんかあったな今。あれか、でもどっちにしても鍵がないから無理なのか。無理だよね。白金の鍵がいるんだ。あー、パズル的なのあるやんこれ。これはでも持てるやつ、あ、持てないのか。それはパズルだな。暗い。めんどいな。ここに2つありますね。何個詰めばいいかだ。この感じだと、あと、こっからあと2つぐらいか。ここに2つ詰めばいけるか。まあ、だいぶ今ちょっといろいろ試行錯誤してたんですけどね、なんとなく分かってきたのはね、こいつをここに落としてね、で、こっちまで持ってきたいんですけど、ね、その、ここがね、押せないんだよね。だから、こいつここに落とした後に、ここまで逃がさなあかんわけだよね。そうすると逃がそうと思うと、この辺のね、物たちを押して、この辺に持ってこなあかんくて、しかもそれ2個ないとね、こっちまで持ってこれないんですよね。ここに2個並べとけばね、こいつ落とした後に、
こっちに逃がして逃がして、ほんでまたこっちに戻してやってグーって押したりとかできるんだよ。そうするとこれ2個持ってこなあかんというのでね、非常に今悩ましいんですよ。この1個はね簡単に持っていける。でもう1個持っていくのに、そのこっちに張り付いてるやつが困るんで、絶対にこの壁際からね1個離れたこっち持ってこなあかん。でさっきねちょっと気づいたんですよね、ここにねあるんですよね隙間が。だからこの箱たちをねどうにかしてここまで持ってこれたら押してこっちに持ってこれると。何言ってるかわかるかな。ということで私はね今からちょっと実験をしようと思うんですね。まずこれ壊すよね。でねこれをね1個押してあげます。でこいつをね押していく。そうするとほい、もう一発ほい。そうするとほいほい、うん、これでね準備整ったと思うんですよね。だよね。ほんでそうだ、ここにあと持ってきたいから、これか、これだ。これを壊す、押す、合ってるよね。んで合ってない？ちょっと待って、ちょっとね、ちょっと待ってくださいよ。あー、さらに一回逃がさなあかんのか。えぐいわ。なるほどなるほど。これ多分ね小学生中学生では解けないわ。これかなりむずいわ。そんでこういうことやろきっとね。そうするとこれでこいつを落としても、はい、落としてもこれをもう一発向こうに逃がせば押せるよね。これはもう落としちゃっていいよね。これはこうしてこうしてこうしていいと思うんだ。で押してこれでいけんじゃねえか。めちゃくちゃ難しいわ。なんかでかいのおる、でかいのおる、でかいのおる。君ビーストだよね、ミノタウロス的なね。ちょっと待ってよ、ビーストか。ボスじゃないんだな、これが。もう全然あれクソでかいミノタウロス。怖い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 。そんな怖くなかった。さあビースト武器をねちょっと作り変えたのが効くかどうかを実験しないといけないね。獣系男子ね、これビースト値全然低いんですけどね。鋼製の方がいいような気がしてね。これが全然効かなかったらちょっと考えを改めますが、言うほどお前あれだな、大したことねえな。まあ食らってもダメージ100ぐらいなんで多分ね死ぬことはないと思いますね。ちょっとバフはしますが、アイテムアップし、
ハーキュリアンもして、相手のミゼラブルにしといた方がいいよね。相手のミゼラブルをかまし、聞くよね、聞かない、聞かないとかないわ。アンプロテクトはそれは聞く、聞かしとこう。なんか聞くもんないか。そしたらまあないか。ミゼラブル聞かないんなら、インテリジェンスはないだろう。どうせお前は獣だしな。いや獣だからないとは限らんけど、アジリティを、まあまあいいか、まあいいか。全然聞かねえわ、雑魚だおめえ。鋼武器のが効いてる気がするな。そういう時は、そういう時はちゃんとチェックするね。さ、さあどっちが効くか。アイテムアップ切れたらお前、あれじゃないかよ、同じ条件にならねえから。こっちの方が効いてんな。やっぱバカにしたらあかんのか、属性値は。こっちの方がええわ、理解した。巨人の指輪、聖母の霊薬と、まあ、まあ、分かった。霊薬さん、飲んでおきましょう。回復しますね。 OK。 ではここは、行き止まりなのね。行き止まりで宝箱があるね、あるね。 OK。 あー来たね、鍵来たね。これでかなり進めるんじゃないか。かなりいけるね多分ね。暗殺者として育てられ、それゆえ歴史の表舞台に立つことを許されなかった者たちの無念が封じられたゴーストドッグ。ヘビーメイス、ヘビーメイス使いたいな。ヘビーメイスどんなんだ、ちょっと持ってみよう。多分ね持ったことないんだよね、スノーボール。あ、ただのバットだな。もうちょっと太いのを想像したけど、ただのバットだった。なるほど。別に属性値に特に何もないしな。まあちょっといいや。とりあえず持つだけ持っとこうか。あ、先っぽなんかついてるか、メイス。ついてるな、なんか斧みたいな。あんまり好みではないわ、でも。そして鍵がゲットできたんで、アンロッカブルだと、あ、この手前のこれか。なんか行ったらな、またエグい敵出てきてな、殺されたりするのがね、ベイグラントストーリーなんですよね。どうしよっかな、行きたくないな。すげえ怖い、ここだよね、すげえ怖い。行くか。
行こう。怖え。何が起きてるの？なんだろう、あれかな、もしかしたらショートカット的なものができるのかな。ちょっとそれなら繋いでおこうか。ショートカット繋がる、これほんまに。ちょっとなかったことにしよう。ええわ、なんかいいアイテムがゲットできるとかそんなんな気がするので、ちょっと放っておきましょう。まああれはあれでね、また気が向いたらね取りに行ってもいいですが、これは飛べばいけるよねきっと。あ、いけなかった。いや、今のは多分飛び方が雑だっただけ、俺は知っている。ね、ロックされちゃった。あー、コムソウか、ファントムだよねあれ確か。はい、お疲れさんですね。で、これちょっと待ってね、待ってね、今ここでしょん、ここでしょん。ちょっと戻ったらセーブが確かあったんだよね。またこいつらがね、復活するのが怖いけど、でもセーブします。ちょっと回復してセーブします。OK、ちょっとね、回復して、やつらがリポップしてないことを祈っていきましょう。よかった。またパズルか。今度はなんだ。回数制限コロコロと。あっちに登りたいんだね。こいつらは押すだけのやつね。ちょっとまあいろいろ実験してたんですかね、この回数制限のやつね、転がし切るとね消滅するんですよね。消滅するってことは、これ4回転がしたってねここまで来ないんですよね。ということは実体を持ってるのはこの木箱とねこいつだけなんだよね。ってことはこの滑りまくりのね摩擦なしのキューブをここに持ってくるしかない。そのためにはこいつ滑らして止めて止めてゴーンでここに持ってくるしかないわけだよね。そうしよう。そうするとそうするとちょっと一回向こう押しておこうか。一個ね。ほんでこの白が邪魔なんで、これをこうしてこうじゃ押して、これでこっちに押してやるとこれで押せる状態になったわけだよね。だってこっち側からね、ここから押せるわけだ。そして止めたいからこれをもう一回こう、まだ大丈夫だね。 OK、 これでいけたわ。いけんのか知らんけど、これが限界だよ。これで無理だな、俺もう無理だ。こっからでは無理だけど、これで木箱をさ押してあげるとさ、いけそうじゃね。ほら、いけたじゃん、神。結構パズル面白いわ。おーおお、なんかあるね。あっちに行きたいわけだよね。
これ別にパズルなの？もう暗くてどこまで床なのか全然わからないんですけど、ちょっと待って、マジでどこまで床、これもしかして全部床あんのか。あははは、これは今札で滑りまくりだから、これを7回もあるから多分いける。こうして、こうして、こうして、こうしてな、これの繰り返しだろう。これでいけたはずだ。これでいけるだろう。そんなキチキチまでいかんでもいけるだろう。これでいけた、いけた、よっしゃよっしゃ、これでいけましたよ。君誰だ、ファントムか。またちょっと待ってね、こんな感じで行くのね。まっすぐ抜けるしかないのか。こいつらもう無視が安定だよね。この相手してる暇ないよね。走り抜けよ、走り抜ける、走り抜ける。オッケー、抜けれた、ラッキーラッキー。なんかイベントかな。あ、お前か。どうよ、このアリス様。なんだってあの野郎が後継者なんだ。もう俺しかいないんだぜ。ハーディンは死んだ。あのジジイももうすぐくたばる。そしたらシドニー、あんたも消えていなくなっちまうんだぜ。そしたらってどういうことだろうな。この町を北条のバカどもにくれてやるつもりか。違うだろ、そんなためにこれまで俺たちは苦労してきたわけじゃないはずだ。そうだろシドニー、俺に任せろ。俺が立派にお前の意志を継いでやる。さあ儀式を、俺を後継者に指名するんだ。貴様のようなゲスは地べたを這い回ってるのがお似合いだ。さすがの不死者でも切断された腕をくっつけることはできんだろ。あはははな、なぜだ。俺の獅子は神に捧げたのさ。くっついてる、便利だな。お前の顔は見飽きた。無駄だ、あんたの能力は俺には通じんよ。きっとそれを上回るパワーがあるんだよ。あここがレアモンデだということを忘れるなよ、ローゼンクランツ。お前の居場所じゃねえんだよ。お、俺を騙していたのか。騙した？人聞きの悪いこと言うな。俺の能力が効かないとお前が勝手に思い込んでいただけじゃないか。大丈夫だ、ローゼンクランツ。俺はお前を殺さない。ああ、俺が殺してやろうじゃ。
バカな、バカな、やられた。この町を貴様にやろう。すべての力を貴様に託そう。だから早く来い、この高みまで。もうすぐだ、お前ならすぐ来れる。そんなものはいらん。メルローズはどこだ。メルローズにそんな会いたくないだろう。会ったばっかりやし。失った妻子を助けることができるかもしれんぞ。会ったら謝るんだな、かつての過ちを。そしてこのなんか謎の石像と戦うのかい。これまさかのヒューマン属性か。ヒューマン属性なのか。まあそうなのか。一発だけ叩くだけ叩いてから切り替えようか。なんだそれは。なんだ、あれか、ドレインした。 MP 全削りはえぐい。お前それチートやな。今からいろいろやろうと思っていたことができなくなった。先にやっておくべきだったな。もう使うか。マナルートまだルートとかしてる間になんかガスガスねえ MP ドレインされそうやけど、とにかくバフだけはかけ終えねば。バフと回復と回復し、うねってるな。ハーキュリアンし、プロテクティングもしたいところだけど MP が足りない。もう一回 MP の飲むか。飲もう。してくるんだな、ストレンクスダウンをな。してくるんだよ。ハーキュリアンするよ、そら。プロテクトはいいか、じゃあ。一応できる、できるならやっておこう、じゃあ。MP は吸われる可能性があるから、もう回復せんとこで貼っとこうか。でヒューマン属性なんで装備を。なんで石像なのにヒューマン属性。腕がいっぱいある。しびれ。まだルートなくなるけど、もうちょっとしびれや。先しびれや。麻痺じゃなくて毒じゃなくて、これか。3つしかねえな。しびれのさ、グリモアなんかあったよね。これだよね。これは MP があれば使えるんだろうか。ちょっとやってみよう。クリアランスされてくれ。よっしゃよっしゃ。結構ダメージ通るからな、これ。しっかりチェーンしっかりね。
弱さ持ってんなお前。今度は麻痺かいな。MP 足りねえのか。しゃあないなそれは。ダメージが通ったからなんかやりやすかった。はい、お疲れさんと。ローゼンクランツはもう死んだな、多分な。さあ、ドン。HP ばっかり上がるな、ほんまに。OK。ちょっと回復しましょうか。よっしゃ、行きましょう。行きましょうですが、今一番怖いのは、ね、今一番怖いのは、ここで、なんかボスの連戦とかで死ぬこと。死んだらね、まあ、結構やり直しちゃうからね。大丈夫そう？大丈夫そうだね。これは乗ったら作動する感じ？あ、これあれか。あの、ハーディーとこに行ったやつだね。あの、あれが。あれが。あの、なんだっけ、バーンスタインじゃないや。なんかそんなやつが。ん？どこだ、ここ。あ、違うわ。また違うとこ出てきた。あ、そうだ。ローゼンクランツとか、あの、みんなが見上げてたとこだ。やっとここまで来たって感じなんだね、これ。市街地東部か。市街地東部ね。こう、うん？これは、メタルワークスとかがあるな。あははは。わかりました、わかりました、わかりました。まあ、とりあえずだ。まあ、セーブができるので、今回、まずセーブして、ここまでということにしましょうかね。これ、向こうに渡ってしまえば、あれなのかもしれんが。とりあえず、今回はここまで。次回、ここを中に行くと、多分違うとこだよね。ハテナになってるもんね。うん。次回ね、こっから、この、いよいよ建物の中に乗り込んで、まあ、最終ダンジョンなのかわからないですが、相当終盤であることは間違いないのでね、乗り込んでいきたいと思います。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。Ma ci sei tu a dolcino d'amor Delle belle terbando e riposo Ma ci sei tu a dolcino d'amor